どうもお疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義はですね、まあ、私の顔が出ていないんで、とっても快適だと思います。あの、ナミさんの方から送られてきた動画、検索キーワードですよね。まあ皆さん、SEO ってのをご存知かと思いますけども、どんなキーワードで人々がね、検索をしてるのかってことがわかれば、その検索されやすいキーワードでブログを書いたり、YouTube のタイトルをつければ、それは 検索先に自分のサイトがあるよってことになると思うので、アクセスは稼げるんじゃないかと思うんですよ。まあ、これをねまあ、seo とも言うんですけども、その確率を高める自分のサイトとか、何か自分の発信がですね。人に検索されやすいようにこう仕込んでおく。その方法が今回のラッコキーワードです。 もともとはグッドキーワードっていうサイトがあったんですけどもなんか今見たらねラッコキーワードってものになってましたんで何がラッコなのかわかりませんけどもちょっとね使ってみたいと思います Google サジェストっていう言葉がありますこれは独自に検索してみてくださいまさにサジェストってなんだろうと思ってくださいねまあ予測検索と言ってもいいですよね例えば何かを検索するときにダイエットでいきましょうかダイエットプラス食事とかねダイエットプラスえー なんかこう、器具とかね。健康器具ってありますよね。で、こんな感じじゃないですか。ダイエット。食事、運動、例えば40代とかね。こんな感じで、2つとか3つのキーワードを入れながら検索すると思うんですよ。じゃあですね、今回ダイエットにしますけども、ダイエットとどんなキーワードを組み合わせて、世の中の人が検索してるのかってことが分かれば、 自分のブログの文章の中にその2つのキーワードを散りばめておくとかね YouTube のタイトルタイトルタグにその2つなり3つなりのキーワードでタイトルを作るなりっていうことができるじゃないですかそうすると検索されやすいんで PV が回るということになります私もこれを細かくやってた時はねすごく、ね、アクセスを稼げてたんですけども今全くやってないですねはいやってないのは何でかっていうと今私とつながっている方を大切にしたいから新規をあんまり取ってないっていう形なんですよ でもまたねアクセスをどんどん取ろうと思ったらやっていくんじゃないかなと思いますこういうラッコキーワードなどで自分のタイトルタグを作るということをすると思いますねじゃあ実際にやってみましょう非常に簡単です今回ダイエットと書きましたんでそのまま検索しますよそうするとどういうふうに出るのかじゃんはいこんな感じですダイエット食事ダイエットレシピダイエットサプリダイエット漢方ダイエットアプリダイエットスープというこういうふうなね形で検索されてるみたいですよ でダイエット食事メニューダイエット食事夜メニュー簡単ダイエット食事レシピダイエット食事簡単ねこういう風なキーワードを使いながら文章を書いたりタイトルを作ると検索されやすいよっていうヒントですねいかがですか、まあ、私がねまだ YouTube をやり始めるときはこれを全部コピーして概要欄に貼っておいたんですよで全てのキーワードでタグがかかるようにって感じですよね で、さらにね、Google サジストはここでしたけども、じゃあ YouTube 専門のサジストにしてみましょうか。YouTube ではどんな、あーキーワードで検索してるのかがわかります。ドン。はい、こんな感じです。YouTube のタイトルを作る際に、ダイエットの動画を作ったら、こういう風なね、キーワードでタイトルを書くといいよってことです。ダイエット、マル秘食事で10キロダウンとかっていうのを書くんですよ。ね。そうすると YouTube で検索されやすい,いかなと。 Amazon、楽天、ビング、まあその他様々もございますけどもね。こういうふうにやれば、あなたの、何、うん、て言うのかな、アクセスの集まりにくいサイトとか動画も、一気にアクセスアップの可能性が高いよっていうことでございました。じゃあ、しっかり稼いでください。お疲れ様です。